はい、カパチブロカッパ園長です。じゃあ今日こちらで最後は、まあ、この前の動画のねこれ続きではないんですけども、この中国の人がこんなことを言うだして、言っとりまして、日本と中国とではどちらが暮らしやすいか、そろそろ結論を出そうじゃないかと。いや言っても日本にとっては日本人が、逆日本人にとっては日本が、中国の人にとっては中国が一番暮らしやすいんじゃないんですか。普通に考えたらそうなると思うんですけどもね、違うんでしょうかね。日本と中国ではどちらが暮らしやすいのか、そろそろ結論を出してほしいそうですけども、まあここからね、中国だからコメントは中国の人たちの反応ってことですよね。最初の人が、中国にも日本にも長所と短所はあるが、私は日本の方が少し好きだ。いやそれはダメです。で、日本は税金高いんじゃなかったっけ。くっそ高いっすよ。次の人が、そんな高くないよ、毎年所得税のかなりの額が還付される。次、住民税は高くない、住民税も所得に応じて課税されるから所得税とは違うけど7割は還付されている。で、個人の好みもよるが、お金があればそこそこ快適に過ごせるだろう。お金を持っていなければそこに居心地の良さはない。お金があれば住もうと思えば住めるけど、お金がないと苦しいよ。とか、お金の他のことが問題だよ、日本と中国の労働環境や生活環境の違いは何かなど、政治的な話ではなく客観的な話で。で、日本でも中国でも路上生活なら本当に違いはない。路上生活でも中国しんどそうだけどな、金がなければどこでも同じということだなとか、普通の中国人ならもちろん中国がいいよ、日本が好きな人はもちろん日本を選ぶだろうけど。で、次が、親日主義者はどこに行っても歓迎されないぞ。で、次の人が、国内の親日が日本人によって報道され、日本のネットで議論されたとき、日本のネットユーザーは基本的に中国の親日と同じことをこう言っていた。頭悪いのってね。で、次の人、日本の方が断然いい。日本の条件は中国よりずっといい。福祉も充実している。で、次の人が、日本の電車はシートが柔らかかったり、荷物置き場があったり、細かいところまで行き届いているんだよな。次の人、日本は給料が高い、物価も高い、家賃や果物も高い、食べ物が高い、自然災害多いが、これらに耐えても日本の方がいい。次の人、物によっては中国の方が高い、日本は、日本だと iPhone は中国より、なんだ安く売られている車も安い。で、次、もちろん中国、国の上限も下限も、日本よりはるかに高く、全然クラスが違う。で、日本に住んで20年以上になる友人が自分の両親を日本に呼び寄せて住んでた。ああ、こういうのはダメですよね。でも両親は日本の生活に慣れず、中国に戻ったそうだ。ああ、いいですね。日本に行ったことないけど日本に憧れてる。アニメや音楽は好きで、日本には全体的に静かでエレガントな気質があると感じていて、静かな場所が好きだからだ。中国にも静かなところなんて探そうと思えばいくらでもありそうですけどね。中国だよ、当たり前だ。日本は小さすぎて日本人たちはストレスにさらされてると思うんだが、そうですね、小さいっすよ、ストレスまみれです。次、日本はあまり小さくないんだが、まあ、そういうこと言わないの。日本の環境資源は非常に優れてるが、まあ、社会的圧力が本当に大きすぎて、同調圧力のこと言ってんのかな。日本人の幸福感は高くない。結局どこにでも金持ちは王様、お金がないとクソという言葉があるもんなんだよ。金金言ってる人がやっぱり多いですね。日本の方がフェアだよ。この一点だけでも比べるまでもない。フェアね。うん。で、まあ、こんな、調子の中ですね、中国の人がなんかね、ちょっと衝撃を受けるある出来事があって、これがちょっと興味深かったんですけども、ね、中国と日本と比べてどっちが暮らしやすいとか、はっきり言ってどっちでもね、どうでもいい話だったんですけども、なんかね、中国の人が日本のね、小学校6年生の男子、ね、小6男子が書いた川柳がものすごく深いと。なんか中国の人が衝撃を受けて感動してるらしいんですよね。うん。まあ日本のね、小学6年生の男の子が書いた川柳がものすごく深いと。
なんか中国版ツイッターのウェイボーで話題になったらしいんですよね。うん、これも画像載せたそのまんまですけどもね。うん、まあ、なんか最初これをなんか要は小6の甥の川柳がエモいって言ってるんですね。このツイッ、うん、あれ中国版ツイッターウェイボー、これ普通にツイッター画面じゃないのこれ。まあどっちでもいいんですけど、読みますけども、これちょっと面白いですよね。友達に彼女ができた、おめでとう。僕もその人好きなんだけど。いやー、わかるわ。わかりますね。これはもう経験ありますもんね。ないですか、そういうことって。まあわかんないです。人によってはね、なんかライバル出現みたいな感じでね、燃え上がる人、ヒートアップするっていう人もいると思いますけど、僕どっちかっていうと、っていうかそのパターンはまずないですよね。だって仮にこのね、クラスの友達だったり、職場の仲間だったりね、まあ同じ人を好きになったとするじゃないですか。まあなんたこと何回もありますけども。まあ、あれですね、僕が身を引いちゃいますね。うん、だからまあ、面と向かって言うことは、まあ、そうそうないですけども、ね、まあ、付き合ってる。あ、そうなんだ。へえ、彼女いい子だよね。おめでとう。ぐらいのことは言うと思いますよね。で、まあ、俺も好きだった的なことは、まあ、まず言ったことないし、今後もそんなことはね、そういうシチュエーションになったとしても言わないと思いますけど。これはどうですかね。やっぱりこの好きな人は好きな人、ね、どんだけ仲のいい、やつがね、ライバルだとしても、やっぱり譲れないもんなんですかね。うん。いや、別にそれぞれに対していいとか悪いとかそんなこと言うつもりはないんで、そんなのは人それぞれですからね。うん、いいと思うんですけども。僕はやっぱりそういうシチュエーションになったらやっぱ身引いちゃうんですよね。うん、なんか、いや、友達との付き合いを優先するとかそういうことではなくて、なんかもうそこで冷めちゃうんですよね。なんか、あ、そうなんだ、みたいな。うん、なんでって言われるとなんでかよくわかんないんですけどね。なんかなーにーみたいな感じでね、俺だってみたいな、なんか昔流行ったね、ほらテレビでさ、ネルトンあったじゃないですか。ベニクジラ団ありましたよね。ちょっと待ったーみたいな感じでさ、ああいう感じにはね、捉えられないんですよね。うん、あ、そうなんだ、じゃあいいかみたいな、そういう感じになっちゃうんですね。一気にそこで冷めるんですよね。なんでかは分かんないんですけど、うん、昔からそうですね。だからこれも今後も変わらないと思います。うん、うん、そうだな。あ、これどうしようかな。これ今日の宿題にしようかな。うん、だからこのシチュエーションですよ。だから友達にね、まあ彼氏彼女ができたと。うん、あなたのすごい仲のいい友達なんですよね。うん、だまあ幼馴染とか親友とかそういうクラスね、そういうお友達に、彼氏彼女交際相手ができましたね。で、あなたも実はその同じね、その相手好きだったんですよね。この心情を読んでください、あなたが。うん、大丈夫ですかね。だからまあこの小学校6年生のね、この気持ちになってというよりも、なんか振り返ってみたらあなたもこういう時ってありませんでしたっけ。多分あった、一度や二度はあったんじゃないかなと思うんでね。あなただったら何て読みますかね。これなんて言うんだっけ、こういうスタイル。五七五七、短歌か。うん。ね。いや別にこれ俳句でもいいですよ。五七五でね、収まるっていう人はそれでもいいし。ね。こうなんか短歌にしてもね、いいと思いますし。うん。あなただったら、この心情を何て読みますかね。うん。これ宿題にしようかな。ちょっとめんどくさそうですか。ね。でも思い返してみたら結構つらつらと出てきたりするもんじゃないですかね。うん。ちょっとなんかね、短歌と俳句募集しましょうか。ね。お友達、ね。お友達にね、交際相手、彼氏彼女ができたんですよ。でもあなたも同じ人を実は好きだったんですよ。読んでみましょう。うん。ということで、今日の宿題、あ、違う。これが宿題で、昨日の確認行きましょうかね。亡くなってる有名人でもし生きていたら会ってみたい人ってことですよね。たくさんの人どうもありがとうございました。ヒイラギさん、ザードの坂井泉さん。おー、なるほどね。英徳寺インタローさん。松田優作。あ、なるほど。生きてたら72歳ですか。中野さん、浜高こと浜田浩一さんに、なんかもう、こびってる、腐ってる議員を一刀両断にしてね。外交にはっきり意見を言える日本にしてもらいたい。なるほど。きなこさん、夏目雅子さん、懐かしいですね。
65歳ぐらいですかって言ってますけど、まあそれぐらいかな。で、同じように夏目雅子さん、めぐみこさんも夏目雅子さんって言ってますかね。ハリウッド俳優ならジェームス・ディーン、90過ぎぐらいですかねって言ってますかね。なるほど。プリシャーさん、俳優のリバー・フェニックス、わかんない。スタンドバイミーに出ていた子役、ものすごく泣かせる演技をしていて、将来どんな素晴らしい俳優さんになるか楽しみでした。その後何作か作品出て、24歳だったか何歳だ、若く亡くなりましたと。彼が大人になってからの作品も見ましたが、心に染みる演技でした。もう一人スティーブ・マックイーンも老人になってからの演技を見たかったです。なるほどね。で、22さん、アイルトン・セナ、あー、なるほど。で、枕龍之介さん、ブルース・リー、1940年生まれの彼は73年に亡くなりましたが、存命なら81歳、カンフー映画に人懐こい笑みを浮かべる枯れたようなご老人出てきましたが、ブルース・リーもまさにそんな感じで、都会から離れて隠居して時折村の少年たちにカンフーを教えているような気がしますと。アリンさん、福沢諭吉先生、これはちょっと設定が違うな。若くして亡くなったもし生きてたらって、ちょっとそのあれに当てはまらないですね。で、かしゆかさん、本田宗一郎さん、月見まりあさんは X ジャパンのヒデ、なるほどね。なるほど、ご存命なら57歳ぐらい、なるほどね。で、ルイさん、同じこと言ってる。ヒデさん、三浦春馬さん、飯島愛さん、竹内優子さん、ちょっと多くね長川昭一さん、不自然な亡くなり方している方たち、真相はって聞きたい。知りたいだけかよ。スカーレットさん、ダイアナ妃、都市伝説では生きてるとかなんとか、ボヤッキーさん、ジョン・レノンさんが生きてたら日本で暮らしてそう。まあ、奥さんとね、二人でね。なるほど。たくさんの人どうもありがとうございました。さて、じゃあ宿題はね、一句読んでもらいましょうかね。この心情をね、ぜひこう昔の自分をこう思い返しながら、まあなきゃないでね、完全創作でいいですよ。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまた明日。ごきげんよう。